こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、前回の動画で身勝手の極意の極限デッドバトルレベル10がどうしても勝てませんという動画を出させていただきました。本当にたくさんの方からこうやったら勝てるよ、この編成で自分はいけたよっていうねことをコメントなどで教えていただき本当にありがとうございました。皆さんのねアドバイス参考にさせていただき、あれからいろいろとやってみました。 LR のキラベジのね極限も一緒に来ていまして、その極限させたキラベジを使うのもいいよってね教えてくださった方もいらっしゃいましたね。そちらもねやってみたいんですけれども、まだねキラベジ極限できていないので、自分の今持っているキャラでできる編成でやってみました。そしてねかなり多かったのがビーストですよね。ビーストをフレンドさんゲストさんに借りていけばもうビーストだけで倒しちゃうよっていうね教えてくださった方も多かったので、ビーストをね借りてやってみました。そして自分の編成はねこちらです。はい、もうね私の大好きなエルバルガンマコンビのリーダーパーリーって感じですよね。はい、私ねビーストまだゲットできてないので、ゴジータ身勝手の兆し、そしてブルーコンビ耐属性ですね。そしてですね回避要因のカリフラ、あとはですねこの技の UR17号18号もターン飛ばしができるので、これをうまく使うといいよって教えてくださった方がいたので、ちょっとの面白そうだなと思ってこれでやってみたんですよ。でもですねこのパーリーでも何回かやったけどダメだったんですよね。ビースト1枠目に置いたり、カリフラ1枠目に置いたり、で、17、58号でターン飛ばししながらってやったんですけど、なかなかクリアできず、KO できずだったので、いや、これ結構本当に難しいんじゃないかなって思ったんですけれども、まあもう一回これでやってみるかと思ってね、まあダメ元でやり始めまして、こんな感じになったんですよ。で、1枠目がお借りしているビースト虹の方ですね。そして、2枠目身勝手の兆しっていう感じの並びにしてやってみてたんですけども、で今まではビーストお借りしてても一人で倒すことがなかったんですよね。だからターン2まで行ったりしてたんですよね。でまあ今回もそんな感じかななんて思っていたら、これ追撃今3回目かななんですけども、はい、なんとね倒したんですよびっくり、会心出てね、って思いました。あれ今までのは一体何だったんだろうっていう感じで、まっさりとビーストだけで倒してしまいまして、はい、なんか皆さんが言ってたのはこういうことだったのかって思いました。ビースト借りればいけるよって言ってくださった方多かったので、はい、なんかね狐に詰まされるってこういうこと？と思いました。はい。なんか無事にレベル10をクリアできました。皆さん本当にアドバイスたくさんありがとうございました。はい。今日はご報告動画という感じで出させていただきました。いや、本当びっくりしました。ドッカンバトルって奥が深いね。で、皆さんも本当いろいろ分かっててすごいなと本当に改めて思います。いつもありがとうございます。これからもね、私まだまだわからないことたくさんあって、変なことばっかりやっちゃうと思うんですけども、またいろいろ教えていただけると嬉しいなと思います。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。